すまねえ。本当にすまねえ。他に当てがなくてよ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。エルミナ、やはりエアリスを取り戻すべきだ。またその話かい。シンラの地下施設で人体実験の跡を見つけた。俺の方がシンラという組織を知っている。話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えない。この世界でたった一人の古代種となれば、科学部門が黙っていないはずだ。科学部門には北条という人を人とも思わない。やめておくれ。でももし考えさせてくれないかい。あんたたちも疲れただろう。今日はもう休んだらいい。どうして？夢か。さて、どうでしょう？無事なのか？この通り。私、子供の頃、シンラにいたの。うん。エルミナから聞いた。だからね、昔住んでた家に帰ってきたみたい。居心地悪くないよ。ここよりいいのか？それは意地悪。エルミナも心配している。ん？クラウドも？当たり前だ。心配かけてごめん。あれは？人は必ず死ぬ。だろうな。だから正しく、ちゃんと自分らしく生きなくちゃ。一瞬
その一瞬を大切に。覚えておこう。あのね、この一瞬を大切にだろ。クラウドと会えて嬉しかった。かけてくれた言葉一つ一つ、してくれたこと一つ一つ、全部嬉しかった。一緒にいられて楽しかった。でもね、好きにならないで。もしそうなっても気のせいだよ。ずいぶん一方的だな。もう朝、行かなくちゃ。迎えに行く。悔しいけど嬉しい。あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ、あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから私からもお願いします。助けたいんです。友達だから。うすうす分かってたのさ、いつかこういう日が来るんじゃないかってね。それでもエアリスを助けてやっておくれ。マーリン、行っちゃうの？すまねえな、マーリン。そばにいてやれなくて。父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。でもそれじゃ戦えない。悪い奴らが星を壊そうとしてる。実はな、父ちゃんそいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。はっ。よっ。だから行かねえと。マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺ちゃんと言わねえとな。うん、あのね、あのお姉ちゃんね。どうした？ううん、助けてあげて。任せろ。ああ、絶対だ。じゃあ、行ってらっしゃい。うん。バレット。マリンは大丈夫だ。よし、死んだビルに乗り込むか。目的を忘れるな。
わかってるよ。エアリスの救出だろ。でも上までどうやって行く？鉄道は動いてないよね。じゃ線路を歩くか。今は非常事態だ。表立ったルートは封鎖されていると思った方がいい。じゃあどうすんだ。裏ルートがあんのか。そういうこと知ってそうな人ってコルネオか。情報やキリエの大スクープだよ。ここに行きたくても行けないんだから飲むしかないよな。キリエちゃんが仕入れてきた取れたてピチ反シンラグループのアバランチが1番と5番の後調子に乗って7番マコールまで爆破したんだけど、素人の悲しさで爆弾の威力を把握していなかった。その結果がこの大惨事。しかもウーサイから莫大な資金援助を受けてたんだって。反シンラなんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウーサイの手先というかただの使いっ走り。これが真相。ウェル仕入れたばかりの最新ニュースだよ。はーい、ゴギル、ゴギルちょうだい。マジかよ、油断も隙もねえな。ウータイは結局魔法が妬ましいのさ。また戦争になるのかい。仕掛けてきたのはあっちだ、仕方ないだろ。ねえゴギル、情報はタダじゃないんだよ。ウータイの手先じゃねえ。他はともかくそこだけははっきりさせねえと。私たちの主張なんてもう誰も聞いてくれないよ。ごめん。ティファ、なあ、ティファ。俺たちは反省も後悔も許されない身だ。こっから先はもうただただひたすら前進あるのみ。何があろうと反神羅の火は消さねえ。うん、でも今は前だけじゃなくて周りも見て、みんな怯えてる。だからお願い。困ってる人がいたらできるだけ助けてあげたいな。ここも狙われてるのかしら。どこまで行ったんだろう。お、クラウドさん、麦たちを見ませんでした？日課の見回りに行ったみたいなんです。今日は中止にしなさいと言うべきでした。もし子供たちを見かけたら帰るように伝えてくれませんか？子供たちの特徴は多分わかる。あんたは動くんじゃねえぞ。ここで子供たちを迎えてやれ。いいな。あ、はい、そうします。よろしくお願いします。プレートが落ちるなんて、この上は大丈夫なんでしょうか。お願いだから無事で帰ってきて。
クラウドさんですよね。いいところにいらっしゃいました。オーナーのサムから話は聞いています。凄腕の元ソルジャーの何でも屋だとか。そこでご相談なんですが、うちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか。実はプレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまったんです。きっと今頃怯えてお腹を空かせているはずです。かわいそうに。そりゃ大変だな。わかった、気にしておくぜ。ありがとうございます。見つけたらこれを食べさせてください。逃げたのは3羽、名前はカカ、ロロ、モモです。野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずです。よろしくお願いします。何でも屋さん、いいところにいらっしゃった。どうもどうも。自分活力新聞で記者をやってるものでして。何が新聞だ、神羅の宣伝ばっかじゃねえか。まあ、ただだからこそ手に入る情報もありまして。興味あります。実はですね、神羅の某部署がコルネオの財宝を押収することになったのですが、なんとその財宝が隠されている部屋の鍵を何者かに奪われてしまったらしいんです。その鍵を奪ったのが、何を隠そう、スラムエンジェルなんですよ。神羅やコルネオを付け狙う5番街スラムの盗賊です。あのスラムエンジェルがまた現れたんです。どうです、今度こそ興味ありません。まあ、ねえこともねえな。でも時間もねえ。興味ありですね。では何でも屋さん、スラムエンジェルのアジトは覚えてますよね。あんた懲りてないのか。いえね、前向きに考えようかと思いまして。スラムエンジェルに狙われるならそれはそれでネタになるなと。はあ、何をさせる気だ。盗まれた鍵を取り返したら財宝は皆さんのもの。私はスラムエンジェルの正体が知りたいだけなんです。なので何か分かったらちょこっと情報をいただければ。こいつが迷子か。こいつとか迷子とかいきなり何。ああ、こんなところで何をしてる。一人なのか。それが見回りのみんなと倒れたお墓を直してたんだ。そしたら笑い声が聞こえて、気がついたらみんな消えてた。みんな消えたんだ。来るぞ。
みんな。あ、麦。あ、クラウドさんもいる。たくなんでこんなとこに来たんだよ。ここリーフハウスにいるこの親がたくさん眠ってるんだ。だから様子が気になってさ。そうか。とにかくありがとう。また世話になっちゃったな。俺たちハウスに戻るよ。先生が心配だからね。クラウドさん、これさっき拾ったであります。よかったら使ってくださいです。生意気なガキどもだ。いいじゃねえか。何でもや。今日は友達と一緒かい？私はミレイユ。クラウドとは、まあ、雪吊りの関係だね。何をしている？多分あんたと同じさ。コルネオの財宝目当てだろ？なんで知ってんだ？ふんふんふん。私は町の噂が大好物でね。噂を確かめに来たんだけど、財宝はここにはないよ。スラムエンジェルが横取りしたんならもう配っちまったんだろう。そうかもね。でももう一つ噂があるんだねえ。あんたたち、仮にだよ、もし財宝が手に入ったら何に使う？物資だな。スラムの生活を立て直すためにゃ物が必要だ。財宝ってその金で
物資を調達する。スラムエンジェルが鍵を盗んだっていうのは濡れ衣らしいんだよ。詳しいことはキリエから聞くといい。若いのになかなかの情報通だ。しましまの靴下を履いて、サイズの大きな帽子をかぶった子さ。どこにいる？さあね、若い娘を追いかけるのは大変さ。そうだろう？この新聞記者もしつこいね。ああ、やっちまった。俺のバカ、大バカ野郎。兄貴、ティファ、無事だったんだ。よかった。その呼び方はやめろ。兄貴、折り入ってお願いがあるんですけど、聞いてくれます？言ってみろ。実は俺、いろいろあって町から出ることにしたんです。そしたら全財産をすられちまったんですよ。なんて不運でかわいそうな俺。途中まで追いかけたんだけど逃げられちまって、もうお先真っ暗。助けてくださいよ兄貴。犯人の特徴は？兄貴、犯人の特徴ですよね。黒髪の可愛らしい女の子で、帽子をかぶってて、あと、そうだ、しましまの靴下を履いてました。キリエか。どっちに行った？教会の方に。列車に乗るためにずっとお小遣いを貯めてたのに。こんなことになるなら無理してでも上に。痛ましいこと。またフレーズを言うと気になるんですよね。ここまで避難してきた。パパ疲れちゃったみたい。走りすぎるなよ。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。
何もしてませんから人違いです。キリエだな。え、誰ですかキリエって。可愛らしい名前。友達があなたに全財産を取られて困ってるの。ああ、なんだそっちか。驚かさないでよ。思い出したぜ、お前あれだろ、五番街でガセネタを売ってたやつ。ああ、はいはい、そういうこともありましたね。あ、あなた、そのすっごい剣、噂の何でも屋さんだよね。私、なんて運がいいの。今、神羅に追われてるの、助けて。神羅からも吸ったのか。間違い、手違い、勘違い。神羅の人をかもっちゃって追いかけ回されてもう最悪。でもでも、取ったのはこのボロい鍵だけだよ。鍵泥棒はお前かよ。え、何？そんな評判になってるの？私、殺されちゃう？それとも、一生ビクビクしながら暮らすの？ねえ、キリエ、私の友達から盗んだものを返して、そして鍵もちょうだい。いやー、渡したら行っちゃうでしょ。一人になりたくないよ。神羅は何とかする。だから返せ。やったー。神羅のやつらはボールマーケットの闘技場にいると思う。スペシャルな試合があって、それに私が出場するの。宣伝はバッチリ。本当？もちろんガセだよ。お前よく無事に生きてきたな。じゃあここにいるから、安全になったら教えてね。鍵は安全になったら渡すよ。君は確かエアリスのボディーガードだろう。エアリスはどうしてる？急ぎで薬草探しを頼みたいんだが、今日は一緒じゃないのか？実は七番街の事故で薬を使い切ってしまってな。まだまだ必要なんだが、材料が足りない。必要なものは？あんたが薬の材料を揃えてくれるのか？町のためにぜひ頼む。これが必要な材料と道具だ。なるべく早く集めてくれ。敵じゃない。私たちなら余裕。
消えろ。おととい来やがれ。後悔すんなよ。当たるな。これが殲滅だ。いい感じじゃねえか。このまま行くぞ。連携しよう。さあ行くよ。どけどけ。えっ、やっ、この程度。俺が出る。落ち着いていけ。ぶち込んで。これぞ俺の超火力。限界の差。あっ、やってやる。不運を恨む。Thank you.
落ち着いていけ。サムのところで確認しよう。来たな、チャンピオン。おかげさまで、みんな帰ってきたぜ。これであちこちに物資を送れる。オンに着る。これ、よかったら使ってくれ。うちのフリーパスだ。これさえ持ってれば、いつでもタダでチョコボ車に乗れるからよ。チョコボはめでてよし、撫でてよし、乗ってよし。いいところしかねえ。どうしようもない俺が。ウォールマーケットでやっていけてるのもチョコモのおかげさ。こればっかりは裏も表もねえ。素直な気持ちさ。本当にコルネオのとこ行くの？行くだけ行ってみよう。なんだよ、コルネオと何かあったのか？言いたくない。あん？クラウド、覚えてない。困ったな。俺、これからどうしたらいいんでしょう。こんな老いぼれが生き残ったところで。大丈夫？おう、元気だぜ。よかった。ねえ、お仕事頼んでいい？ジュークボックスのディスクを探してほしいんだ。音楽が鳴ればみんな元気になるかなって。名案だね、ベティ。よし、D
ディスクを見つけたら持ってきてやる。そしたらベティ、みんなに聞かせてやれ。本当？ありがとう。この曲知ってる。マリンと踊ってた。ナットラン、全くナットラン。この曲こそ我が青春の調べ。わしが手本を見せてやろう。見よ、この腰。すごい。よし、お嬢ちゃんに伝授してやろう。聞いていい？この曲、昔好きだったの。もちろん。少し元気が出ました。何もかも失ってしまいました。闘争温度に火がついたってか。いても立ってもいられなくなって。いいねあんた、分かってんじゃねえか。熱く引き寄せ。みんなで音楽を聴くの楽しいね。ディスク、ありがとう。うん、私たちも元気になった。じゃんじゃ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 んじゃ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 じゃん。いつか勝利のファンファーレが鳴り響く日が来るまで俺たちの戦いは続く。なあ、なんてな。私見たんだよ。死んだ兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。いい加減その辺にしておいたら。もう何時間もそうやって。いや、まだだ。オニオンさん、アニアンさんが止まらないんです。ああ、背筋が悲鳴を上げています。なんて美しい筋肉だ。アニアンの兄貴、このままじゃ倒れちまう。アニアンに言おうかい。さっきからずっとあの調子でね。どうしたものか。クラウドか、どうした。プレートの上に行く方法を知らないか。うん、今の状況では無理だろうな。ほう、見事な出来栄えだ。そこのレディ、ただ者ではないな。え？しなやかで均整の取れた美しい筋肉だ。思想が見える。いい師匠についたな。しかし今はひどくこわばっている。
迷っているな。ティファ。ねえ、君、ティファ君、せっかくだし、アニーと勝負してみないか。思いっきり汗を流せば、胸のモヤモヤもすっきりするよ。ね？私は構わないが。来たな。では、懸垂で勝負だ。共に限界を超えようか。このまま続けていこう。その調子だよ。いい感じだね。素晴らしいね。美しいフォームだ。その調子だよ。どんなものかい。おっと、いい感じだね。素晴らしいね。このまま続けていこう。素晴らしいね。その調子だよ。美しいフォームだ。もっと体動かせ。やはり美しいな、君は。君の勝ちだ、ティファ。私、夢中で。こわばりは解けたようだな。君との勝負で、私も覚悟が決まった。今夜は最高のコンディションでステージに上がれそうだ。ありがとう。私の方こそ、すっきりです。これは今夜の記念に。次はミツバチのステージで共に汗を流したいものだ。いいところに来た。実はキリエっていう謎の美少女が出場するはずなんだが、まだ来なくてよ、困ってたんだ。どうだ、代わりに出てくんねえか。わかった。おお、行ってみるもんだな。チャンピオンなら客も大歓迎さ。神羅の追ってか。キリエは来ない。俺たちが相手だ。まあいい、予定変更だ。この前の恨み晴らさせてもらうぜ。図らずもリベンジマッチとなったスラムエンジェルハイ。天使の杯を手にするのはどちらだ。レディーファイト。それは俺の超火力。
攻を食いろ。そっちは任せる。狙うぜ。集中砲火だ。はい、行くよ。安心しろ、もうシンラは追ってこない。本当？ああ、よかった。嫉妬はコリだろう。うん、相手はちゃんと選ばないとね。そうじゃねえだろう。よし、これにて一件落着。というわけで、そろそろ家に帰らないと。待ちな。あ、おばあちゃん、なんで？たく、心配させるんじゃないよ。孫が世話になったね。孫って…あれ、言ってなかったかい？この子は私の孫だよ。目元なんかそっくりだろ。ほら、キリエ、鍵を何でも屋に渡しな。はい。ねえ、その鍵って一体何だったの？うるさいね。自分の尻も拭えないあんたには早い代物さ。おばあちゃん、その例えやだよ。誰かで構わず盗むのはもうやめにしな。たとえ泥棒でもしっかり覚悟とプライドを持って仕事をするんだ。スラムエンジェルを名乗りたければね。ミレイユさんがスラムエンジェル？あんたはアバランチだろ。その様子じゃまだまだやり残したことがあるんだろう。私も同じだよ。アバランチを名乗ったりスラムエンジェルを名乗ったり、覚悟を決めて精一杯生きようじゃないか。私たちは何にでもなれるだろ。俺たちは何にでもなれる。あ？コルネオの財宝を手に入れてそれを配れば俺たちがスラムエンジェルだ。へえ、スラムエンジェルってのはそういう仕組みかよ。戦っているのはアバランチだけじゃないんだよね。だよな。まだまだ終われないね。コルネオは地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって噂があるね。最近は出社すら。俺はどうなってもいい。妻と俺の財布。兄貴、兄貴はやっぱ兄貴だ。その呼び方はやめろ。とにかくこれで旅立てる。行くの？ティファ、止めないでくれ。実は俺、命を狙われててここにはいられないんだ。あ、うん。でもティファがどうしても行かないでって言うなら俺。ジョニー元気でね。え、あ、はい。ジョニーならどこでもうまくやっていけるよ。おお、力が湧いてきた。
ティファはやっぱ俺の女神だ。それじゃあ兄貴、ティファ元気で。ワイマー大丈夫か。自警団は動ける奴らが手分けして怪我人の救助に当たっている。任せろと言いたいところだが大問題がある。噂は本当だったんだ。地下に神羅の実験場があって、そこからモンスターが湧いてる。クラウド君、何でもや頼めるか。実験場に降りて地下のモンスターを一掃してもらいたい。危険すぎる依頼だが。俺にしかできないだろう。その通りだ、頼む。全力で行く。得意分野だ。殲滅すれば。
そっちは任せる。私に任せて。ただじゃ済まないから。当然の結果だ。
これが戦列だ。いや、三秒も酔いすぎる。まだまだ集中砲火だ。私に任せて。地下のモンスターを倒してくれたか。ありがとう。これで俺たちも動きやすくなる。助かったよ。いろいろ大変だろうけどよ、負けんなよ。ああ、スラムの住民はこんなことでへこたれないさ。そうだ、これ少ないけど受け取ってくれ。みんな、アバランチのせいで。スラムの話は全然。元に行きたく。おお、薬の材料が揃ったか。ありがとうよ、十分だ。さすがはエアリスが頼る男だな。さあ、あとは俺の仕事だ。あんたらの頑張りは無駄にしない。そうだ、これよかったら使ってくれ。ご利用ですか？